ASL Substitution DrillsLesson26sectionADrillA 林くんがよくわかるってええー、そんなによくわからないのにね野口くんがよく休むってええー、そんなによく休まないのにね この機械がすぐ壊れるってええー、そんなにすぐ壊れないのにね。あのレストランがまずいってええー、そんなにまずくないのにね。あそこの春がきれいだってええー、そんなにきれいじゃないのにね。 日当たりが悪いってええー、そんなに悪くないのにね。Drill B。ここの物価は高いって西田さんが言ってましたよ。いや、むしろ安いのに、西田さんが高いと思ってるだけですよ。 ここの秋は暑いって中村くんが言ってましたよ。いや、むしろ寒いのに中村くんが暑いと思ってるだけですよ。あの試験問題は難しいって渡辺くんが言ってましたよ。いや、むしろ優しいのに渡辺くんが難しいと思ってるだけですよ。 あのうちは広いって北村くんが言ってましたよ。いや、むしろ狭いのに北村くんが広いと思ってるだけですよ。このコンピューターは使いにくいってアルバイトの子が言ってましたよ。いや、むしろ使いやすいのにアルバイトの子が使いにくいと思ってるだけですよ。 あの道は空いてるって伊藤課長が言ってましたよ。いや、むしろ混んでるのに伊藤課長が空いてると思ってるだけですよ。2階の方が広いって橋本さんが言ってましたよ。いや、むしろ狭いのに橋本さんが広いと思ってるだけですよ。 太田さんはあの団地に入ったらしいですねええあの団地には入らない方がいいというのに聞かないんですよたかしくんはあの会社に就職するらしいですねええあの会社には就職しない方がいいというのに聞かないんですよ 中田さんはドイツ語をあの先生に習ってるらしいですね。ええ、あの先生には習わない方がいいというのに聞かないんですよ。大野さんは成田で出迎えるらしいですね。ええ、成田では出迎えない方がいいというのに聞かないんですよ。 宮地さんは背広をあの店で買ったらしいですね。ええ、あの店では買わない方がいいというのに聞かないんですよ。ケイちゃんは法律の学校へ行くらしいですね。ええ、法律の学校へは行かない方がいいというのに聞かないんですよ。 田中さんは、あのマンションを出るらしいですね。ええー、あのマンションは出ない方がいいというのに、聞かないんですよ。ド私、アルバイトの仕事を辞めるかもしれません。そうですか。しかし、あなたが辞めたら、みんな辞めるんじゃありませんか 私、明日は休むかもしれません。そうですか。しかし、あなたが休んだらみんな休むんじゃありませんか私、通訳の仕事を始めるかもしれません。そうですか。しかし、あなたが始めたらみんな始めるんじゃありませんか私、 ここに夕方まで残るかもしれません。そうですか。しかし、あなたが残ったらみんな残るんじゃありませんか私、あの医学部を諦めるかもしれません。そうですか。しかし、あなたが諦めたらみんな諦めるんじゃありませんか私、ワープロを使うかもしれません。 そうですか。しかし、あなたが使ったらみんな使うんじゃありませんか私、着物を着るかもしれません。そうですか。しかし、あなたが着たらみんな着るんじゃありませんか ?drill e 就職したらこの勉強をやめるんですか いや、就職してもこの勉強はやめませんよ。試験が済んだら帰るんですかいや、試験が済んでも帰りませんよ。仕事ができたら課長に見せるんですかいや、仕事ができても課長には見せませんよ。 このボタンを押したら答えが出るんですかいや、このボタンを押しても答えは出ませんよ。この翻訳が終わったら休むんですかいや、この翻訳が終わっても休みませんよ。あの事務所に入ったら専門が活かせるんですか いや、あの事務所に入っても専門は行かせませんよ。あの先生に言葉を習ったらペラペラになるんですかいや、あの先生に習ってもペラペラにはなりませんよ。F そのボタンを押しても切符が出ないんですが、 ちょっと待ってください。あ、もう一度押したらちゃんと出ましたよ。その本棚を探しても本が見つからないんですが、ちょっと待ってください。あ、もう一度探したらちゃんと見つかりましたよ。その辞書を調べても書いてないんですが、ちょっと待ってください。あ もう一度調べたらちゃんと書いてありましたよ。強く引いてもドアが開かないんですが。ちょっと待ってください。あ、もう一度引いたらちゃんと開きましたよ。大きな声で呼んでも誰も答えないんですが。ちょっと待ってください。あ、もう一度呼んだらちゃんと答えましたよ。 話すように言っても話さないんですが。ちょっと待ってください。あ、もう一度言ったらちゃんと話しましたよ。強く押しても倒れないんですが。ちょっと待ってください。あ、もう一度押したらちゃんと倒れましたよ。 どうしてもアパートを探す時間がなくて。じゃあ他の人に探してもらったらどうですかどうしてもワープロを打つ時間がなくて。じゃあ他の人に打ってもらったらどうですかどうしてもこの翻訳をする時間がなくて。 じゃあ他の人にしてもらったらどうですかどうしても買い物に行く時間がなくてじゃあ他の人に行ってもらったらどうですかどうしても専門の人に相談する時間がなくてじゃあ他の人に相談してもらったらどうですか どうしてもお客さんに付き合う時間がなくて。じゃあ他の人に付き合ってもらったらどうですかどうしても会議に出る時間がなくて。じゃあ他の人に出てもらったらどうですか H 何時から始めましょうか そうですね。何時から始めたらいいでしょうね。いつまでに終わりましょうか。そうですね。いつまでに終わったらいいでしょうね。なんと何を混ぜましょうか。そうですね。なんと何を混ぜたらいいでしょうね。 何時まで付き合いましょうかそうですね。何時まで付き合ったらいいでしょうね。なんで縛りましょうかそうですね。なんで縛ったらいいでしょうね。どのぐらい曲げましょうかそうですね。どのぐらい曲げたらいいでしょうね。 何に気をつけましょうかそうですね。何に気をつけたらいいでしょうね。どんな顔をしましょうかそうですね。どんな顔をしたらいいでしょうね。何を活かしましょうかそうですね。何を活かしたらいいでしょうね。 お母さんはまだ起きられないんですか。はあ。ちょっと起きられるようになったと思ったら。また起きられなくなりまして。お母さんはまだ起きれないんですか。はあ。ちょっと起きれるようになったと思ったら。また起きれなくなりまして。 お父さんはまだ休めないんですかはあ、ちょっと休めるようになったと思ったら、また休めなくなりまして。赤ちゃんはまだ喋れないんですかはあ、ちょっと喋れるようになったと思ったら、また喋れなくなりまして。お兄さんはまだ練習できないんですか はあ、ちょっとできるようになったと思ったら、またできなくなりまして。先輩とはまだ付き合えないんですかはあ、ちょっと付き合えるようになったと思ったら、また付き合えなくなりまして。奥さんはまだ出かけられないんですか はあちょっと出かけられるようになったと思ったらまた出かけられなくなりまして奥さんはまだ出かけれないんですかはあちょっと出かけれるようになったと思ったらまた出かけれなくなりましてお姉さんはまだ食べられないんですかはあ。 ちょっと食べられるようになったと思ったら、また食べられなくなりまして。お姉さんはまだ食べれないんですかはあ、ちょっと食べれるようになったと思ったら、また食べれなくなりまして。<Part two. S 2> あまり冷たくないようですね。 えー、もっと冷たかったらいいんですけどね。あまり綺麗じゃないようですね。えー、もっと綺麗だったらいいんですけどね。あまり親しくないようですね。えー、もっと親しかったらいいんですけどね。あまり便利じゃないようですね。えー もっと便利だったらいいんですけどね。あまり珍しくないようですね。ええ、もっと珍しかったらいいんですけどね。あまり広くないようですね。ええ、もっと広かったらいいんですけどね。あまり濃くないようですね。ええ、 もっと濃かったらいいんですけどね。あまり分厚くないようですね。ええー、もっと分厚かったらいいんですけどね。あまり上手じゃないようですね。ええー、もっと上手だったらいいんですけどね。パート3 なかなか終わりませんでしたね。ええー、もっと早く終わっていたらあんなことにはならなかったのにね。なかなか気がつきませんでしたね。ええー、もっと早く気がついていたらあんなことにはならなかったのにね。なかなか始まりませんでしたね。 ええー、もっと早く始まっていたら、あんなことにはならなかったのにね。なかなかわかりませんでしたね。ええー、もっと早くわかっていたら、あんなことにはならなかったのにね。なかなか思い出しませんでしたね。ええー、もっと早く思い出していたら、あんなことにはならなかったのにね。 Part 海へ行くのはね、やっぱりやめたんですよ。そうでしたか。行ったらよかったのに。通訳をつけるのはね、やっぱりやめたんですよ。そうでしたか。つけたらよかったのに。新しいアルバイトを探すのはね、やっぱりやめたんですよ。そうでしたか。 探したらよかったのに水野先輩に相談するのはねやっぱりやめたんですよそうでしたか相談したらよかったのにワインと水を混ぜるのはねやっぱりやめたんですよそうでしたか混ぜたらよかったのにすぐ仕事を始めるのはね やっぱりやめたんですよ。そうでしたか。始めたらよかったのに。Drill J このボタンを押してみてください。押すとどうなるんですかこれとそれを混ぜてみてください。混ぜるとどうなるんですか 向こうへ回してみてください。回すとどうなるんですかこれ、そこに入れてみてください。入れるとどうなるんですかこちらを使ってみてください。使うとどうなるんですか手を離してみてください。 話すとどうなるんですかいいアパートがもうすぐ見つかると思いますよ。ああ、早く見つかるといいですね。仕事がもうすぐ終わると思いますよ。ああ、早く終わるといいですね。 電話がもうすぐ入ると思いますよ。ああ、早く入るといいですね。就職がもうすぐ決まると思いますよ。ああ、早く決まるといいですね。アルバイトの人がもうすぐ慣れてくると思いますよ。ああ、早く慣れてくるといいですね。 もうすぐ晴れてくると思いますよ。ああ、早く晴れてくるといいですね。L この靴は山田さんのじゃないでしょうか。そうするとこっちの靴は誰のでしょうか。 この手紙は北村さんからじゃないでしょうか。そうするとこっちの手紙は誰からでしょうか。この人は四国の人じゃないでしょうか。そうするとこっちの人はどこの人でしょうか。この翻訳は渡辺さんがやったんじゃないでしょうか。 そうするとこっちの翻訳は誰がやったんでしょうかこのコップはおさむくんが倒したんじゃないでしょうかそうするとこっちのコップは誰が倒したんでしょうかこのツアーは8日からじゃないでしょうかそうすると こっちのツアーはいつからでしょうかこの会社は3階じゃないでしょうかそうすると、こっちの会社は何階でしょうか M この道を行ってください。民宿が見えるはずですから。どのぐらい行くと見えるんですか民宿。 その機械を使ってください。匂いが消えるはずですから。どのぐらい使うと消えるんですか匂い。ボタンを回してください。ドアが開くはずですから。どのぐらい回すと開くんですかドア。ゆっくり休んでください。病気が治るはずですから。 どのぐらい休むと治るんですか病気。もうしばらく待ってください。晩ご飯ができるはずですから。どのぐらい待つとできるんですか晩ご飯。お礼を払ってください。ゴルフを教えてくれるはずですから。どのぐらい払うと教えてくれるんですかゴルフ。 ワープロ壊れちゃったんじゃないでしょうかああもしかすると壊れちゃったのかもしれませんね先生席を外してらしたんじゃないでしょうかああもしかすると外してらしたのかもしれませんね庭の木 倒れてししまったんじゃないでしょうかああ、もしかすると倒れてしまったのかもしれませんね。家賃のこと気にしてるんじゃないでしょうか。ああ、もしかすると気にしてるのかもしれませんね。けいちゃんくたびれちゃったんじゃないでしょうか。あ,あ、 もしかするとくたびれちゃったのかもしれませんね。雷鳴ってたんじゃないでしょうか。ああ、もしかすると鳴ってたのかもしれませんね。ここで乗り換えちゃったんじゃないでしょうか。ああ、もしかすると乗り換えちゃったのかもしれませんね。 ここで乗り換えちゃったんじゃないでしょうかああもしかすると乗り換えちゃったのかもしれませんねあななたたの場合、東大を出たら教師になるんですかええ教師として仕事をすることになる気がしますあなたの場合 大を出たら義士として仕事をすることになる気がします。あなたの場合、北大を出たら外交官になるんですかええ、外交官として仕事をすることになる気がします。あなたの場合、 球大を出たら建築家になるんですかええ、建築家として仕事をすることになる気がします。あなたの場合、筑波を出たら弁護士になるんですかええ、弁護士として仕事をすることになる気がします。Drill P. あの外人、日本語は喋れますか？ええ、まあ外人としてはかなり喋れると思います。あの工学部の学生、文学のことも知ってますか？ええ、まあ工学部の学生としてはかなり知ってると思います。あのワンディケイ、家賃は高いですか？ まあワンディケーとしてはかなり高いと思います今年のの日本の夏、涼しいですかええまあ日本の夏としてはかなり涼しいと思いますあの渡辺先生の講演面白かったですかええまあ渡辺先生の講演としては かなり面白かったと思います。今朝の羽田空港、空いてましたかええ、まあ、羽田空港としてはかなり空いてたと思います。あの山の中、交通の便はいいですかええ、まあ、山の中としてはかなりいいと思います。 アメリカへの留学生としては言葉がちょっとできないでしょうかいやどこへの学生としてもこれではちょっとできなすぎますよこの会社としてはちょっと休みが多いでしょうかいやどの会社としても これではちょっと多すぎますよ。このアルバイトとしてはお礼が少ないでしょうか。いや、どのアルバイトとしてもこれではちょっと少なすぎますよ。あそこの社員としては仕事ができないでしょうか。いや、どこの社員としても これではちょっとできなすぎますよ。あそこのお菓子としてはちょっと甘いでしょうか。いや、どこのお菓子としてもこれではちょっと甘すぎますよ。社長の家としては狭いでしょうか。いや、誰の家としてもこれではちょっと狭すぎますよ。 電車が遅れたんだから遅くなっても仕方がないでしょでも電車が遅れたにしても遅すぎますよ。言葉が分からなかったんだから間違えても仕方がないでしょでも言葉が分からなかったにしても間違えすぎますよ。 席を外してたんだから知らなくても仕方がないでしょでも席を外してたにしても知らなすぎますよ。距離を知らなかったんだから時間がかかっても仕方がないでしょでも距離を知らなかったにしても時間がかかりすぎますよ。 アルバイトをしてるんだから休んでも仕方がないでしょでも、アルバイトをしてるにしても休みすぎますよ。専門の通訳がいなかったんだから意味が通じなくても仕方がないでしょでも、専門の通訳がいなかったにしても意味が通じなすぎますよ。 試験ができなかったんだから元気がなくても仕方がないでしょでも、試験ができなかったにしても元気がなさすぎますよ。Drill <S, S。<S 団地は嫌なんですかそうですね。団地なんかはなんとなく嫌だなぁと思って。 先輩は付き合いにくいんですかそうですね。先輩なんかは、なんとなく付き合いにくいなと思って。生物学はダメなんですかそうですね。生物学なんかは、なんとなくダメだなと思って。読み書きは好きじゃないんですかそうですね。 読み書きなんかはなんとなく好きじゃないなぁと思って。日本的なものはわかりにくいんですかそうですね。日本的なものなんかはなんとなくわかりにくいなぁと思って。外人向きの家は住みたくないんですかそうですね。外人向きの家なんかは なんとなく住みたくないなぁと思って農家の仕事は気に入らないんですかそうですね農家の仕事なんかはなんとなく気に入らないなぁと思ってこの頃の試験は難しいですね。 ええ、なんとなく前より難しくなったような気がしますね。この頃の留学生は言葉がよくできますね。ええ、なんとなく前よりできるようになったような気がしますね。この頃のマンションは住みやすいですね。ええ、なんとなく前より住みやすくなったような気がしますね。 この頃の松寿司は味が悪いですね。ええー、なんとなく前より悪くなったような気がしますね。この頃のアルバイトはよく休みますね。ええー、なんとなく前より休むようになったような気がしますね。この頃の新聞はつまらないですね。ええー、 なんとなく前よりつまらなくなったような気がしますね。この頃の吉田君はよくしゃべりますね。ええー、なんとなく前よりしゃべるようになったような気がしますね。この頃のコンパは大勢来ますね。ええー、なんとなく前より大勢来るようになったような気がしますね。 学生なんだからもっと勉強してもらいたいですねそうですよ学生は学生らしく勉強しないとねそうですよ先輩は先輩らしく気をつけないとね 後輩なんだからもっと距離を置いてもらいたいですね。そうですよ。後輩は後輩らしく距離を置かないとね。社長なんだからもっとちゃんとしてもらいたいですね。そうですよ。社長は社長らしくちゃんとしないとね。同僚なんだからもっと親しく付き合ってもらいたいですね。 そうですよ。同僚は同僚らしく、親しく付き合わないとね。先生なんだから、もっと詳しく教えてもらいたいですね。そうですよ。先生は先生らしく、詳しく教えないとね。Drill V 打ちましょうか。え、打ってください。 倒しましょうか。ええ、倒してください。縛りましょうか。ええ、縛ってください。落としましょうか。ええ、落としてください。引きましょうか。ええ、引いてください。押しましょうか。ええ、押してください。 拾いましょうか。ええ、拾ってください。離しましょうか。ええ、離してください。壊しましょうか。ええ、壊してください。混ぜましょうか。ええ、混ぜてください。曲げましょうか。 曲げてください。